なあ、たまらんな、この花粉は。これどこのマフラー言ってたっけ。ああ、山本レーシングだよね。そうです、結構上。もう、和田さんとこのあのマフラーがもう、あれも良かったんやけど。ああ、しゃあない、しゃあない。まあでもこれは作りがしっかりしとるから、ほんま安定しとる。それに合わせてキャブの方もあれや、あのセッティング変えてくれたから。これ、こいつか。うん、これ、ジュンさんのやつ。エアクリボックスのまんまやな。そう、だから中を、その一番最初はあのダイノジェットのステージ1にしとったんやけど、で、それでまあいろいろもう手入れてくれて、細かく調整してくれて、まあ私もちょっと詳しくわからんけど。まあ、OK。だからもうトルクがかなり上がって、まあ、よくはなったんやけど、その分、まあ、ガソリンの空量が、かなりまあ、よう食い出してくれたので、一度北陸道でガスケツやってしまいました。なるほど。まあ、それも笑いだなって、あるんだだけありがたいと、なんと。